山ヤラマイクカンパニーまちまち大福です。お茶丸谷まつりだイエソー。はい、ということで、はい、今日は何だったんでしょうか。今日はですね、はいはい、ヤオフェスタ浜松2022に突撃リポートでございます。行ってまいりました。はい、今回はですね、あの撮影許可をいただきまして、うん、あの皆様にあの動画の方をお届けしております。はい、いや本当に大迫力のすごいイベントでしたね、うん、びっくりしました。まあ、先ほどねちょっと見て、はい、帰ってきたオープニングを撮ってるという形でございますけども、やっぱメインはね、うん、ブルーインパルス の、うん、あの飛行ということでございましたんで、そうですよ、そこら辺もねたくさん動画撮りましたんで、まあ、一部にはなりますけども、うん、そちら見ていただけたらと思います。はい、はい、それではどうぞ。祭りだやいそうやいそうやいそう。航空機展示場ではさまざまな航空機が展示されていました。生で間近で見る航空機、迫力半端なかったです。3年ぶりの開催ということもあり、航空自衛隊浜松基地には浜松市内や静岡県内、そして県外からもたくさんのお客様が。こちらは第二格納庫、T400 のコックピット展示やペーパークラフト、舞台の紹介など様々な催しが行われておりました。我々もコックピットを見るために列に並んでいたのですが、あまりのお客様の多さに断念。見れた方が羨ましい。いやーもうね、はい、ものすごく、はい、もう熱気に包まれておりますよ、うん、人もたくさんいらっしゃいますからね。私まあね、ちょっとアナウンスも流れてますけども、はい、もういろいろ始まっておりまして、はい、もう間もなくブルーインパルスが飛んでいきますので、そちらまず皆様、はい、ぜひご覧ください。
はい、ということで、はい、どうでした？初エアコン。いや、すごかったね。あのブルーインパルスが、うん、空に飛び立つ瞬間の前に、うん、準備の時間、はいはい、エンジンを温めるみたいな時間の音がすごかったね。いや、すごかったですね。迫力が、そして飛んでからももう、うん、ずっともう本当に360度どこ見ててもなんかブルーインパルスが飛んできてかっこいいみたいな感じでしたね。本当に、うん、あの3年ぶりに、はい、あのこのイベントエアフェスタ2022が開催ということで、うん、はい、もう皆さんの熱気もどやばい人の人数もどやばい。ちょっと浜松で見る人数で一番多かったかもしれないね、うん、本当にあの感染対策もちろんされている中でしたけども、うん、その意味でのぎゅうぎゅうパンパン本当に皆様あの、はい、すごく歓声も上がってましたし、いや迫力どやばい。本当にね、 F15 と F2 の航空機だったんでしょうか、はい、めちゃくちゃ間近な、うん、もうなんて言うんだろう、映画の世界のようなう、ね、あのジェットの感じとかもすごい場面ありましたよ。わーってここ飛んでたもんね。いや、すごかったですよ。で、僕も本当にあのブルーインパルス、はい、あの間近で見れて感動しましたし、僕もねエアフェスタ初めてだったんです、はいはいはい、実は、うん、エアパークには行ったことあっただけど、うん、いやだから感動しましたよ、うん、綺麗なハートでしたね。ハートはバカ可愛い。ハートはまあ最後ね、多分この動画の最後、ハートで締めてると思いますけど、はい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 、あのハートは綺麗でしたね、うん、ちょっとあれはロマンティックな気分にもね、うん、味わいましたよ、はい、はい、ということでこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。